はい、ヒチティ、どうも、佐久間でーす。というわけで、釧路行った時に、牡蠣20個買ってきました。じゃじゃーん。なんで、今日はこれを食べたいと思います。牡蠣好きな人ってさ、食べに行ったら大体何個ぐらい食べるの？わかんない。いや、けど、マジうまいよ、これ。ゆうかちゃん、牡蠣苦手なんでしょ？嫌い。まあ、ちょっと食べてみてさ、まあこれで食べれたら最高じゃん。でしかもこれもうやり方超簡単で、もうこれチンするだけなんだよね。チンする、チンしたら蓋が開くから。うわ、しかも超優しい、牡蠣の開けるやつつけてる、つけてくれてる。今レンチンしてちょっと待ちたいと思います。じゃじゃーん。牡蠣生半ぐらいがうまいっつった。じゃあいきます。開いた開いた開いた。食べな、これ。さっき食べや。なんでよ、主やから。はい、じゃじゃーん。期待大です。いただきます。熱い。うん、うん、やばい、めっちゃうまいわ。開けてあげようか。どういう感情？どういうこと？え、牡蠣なんで苦手なのか教えてほしいぐらいの。ちびるぐらいうまい。俺からしたら最高じゃん。家で牡蠣食べれるなんて、こんなん東京じゃ食べれないからね。うん、おいしい。おいしい。今まで食べてきた牡蠣の中ではダントツで美味しい。うん、あと半歩味覚が大人っぽくなったら、うん、で食べたい、牡蠣食べに行きたいとなれる気がする。あと半歩。でもここの牡蠣美味しいの。釧路のね、あっけしっていうところ。ギリ日本。マジギリ日本なんじゃない。うん、うまっ。余裕できるよ。これでまた真夜中起こされて病院、お腹痛い病院行くとか言い出すんかな。まあ、全然可能性はありますよね。周りに菌がついてるっていうな。言うね。だから吸って食べるときにその外の方にくじつけるなっていうな。言うね。てかでもチンさしただけで若干ちょっとだけあったかいけどさ、うん、食感はそのままプリプリなの残ってて、すっごいな、なんか楽チンやね。なんかこの食べ方が一番漁師さんがおすすめするって言ってた。うーん、ちょっともう一回チンするね。追加しよう。それ20個で何ぼするん？2000円です。え、安っ。めちゃめちゃ安い方やんな。めっちゃ安いでしょ。でもこれ牡蠣好きな人が食べたら、うん、ぶっ飛ぶぐらい美味しいと思う。口の周りにいっぱいついてる、あごにも。これうますぎ。牡蠣って好き嫌い分かれるような。なんかさ、中間おらんくない？いやけど俺の周り嫌いな人いなかったけどね、今まで。なんかさ、牡蠣苦手やねんか、めちゃめちゃ好き、どっちかじゃない？まあ確かに普通みたいな、まあみんなが食べるんやったら食べるよみたいな人おらんくない？うん、無理か、もう絶対好きみたいな。確かに。いや俺これ20個食えちゃうわ、一人で。開けた、佐賀くんの分置いとって。そう、開けた、ラッキーって。そうで俺ね、ディップね 120% なくす人なんですよ。そう、でもそれな、案件でもらったやつやねんけどな。うん、なんか一番化粧品っぽくなくていいよな。うん、こうだね。ビール飲みたいわ。やっぱちゃんと温めた方がすぐ開くわ。やばいわ。うん、そんなん、もう毎回俺ら言ってない？なんでこれ最初食べようと思ったんだろうって。お前、牡蠣なんかなおさらやん。いやけど牡蠣さ、これ開けてみたらさ、なにこれ、食えるかもと思わん？これは中身見たらこれはない、やばいみたいな、思わん？お前の口はどこだ？開けろ。口塞ぎやがって。開けろよ、おい。うん、子供の頃に、うん、アサリの味噌汁が実家に出てきてんやん。うん、アサリの味噌汁普通に何気なく飲んでるやん。うん、アサリって中身どんなんだろうと思って、うん、アサリを半分でちぎってパッて中身見たらグロすぎておえってなって、そっからアサリ食べられへんの。マジ？今は別にいけるけど、うん、服の皮も牡蠣やん。どういうこと？え、パグって牡蠣に似てるってよく言われてるやん。そうなの？やばい、これ牡蠣の致死量ってどんぐらいなの？食べていいの全部？これ調べよう。プリン体めっちゃ入ってるらしい。だから痛風になるって。まあそうだよね。ああ、男性は1日あたりに食べられる量、女性は4から12、男性は4から15やって。 15？ うん、この調子だと絶対オーバーするよ。15。ちょっと服どいてよ、ちょっと服どいてよ。筋肉痛なんだって俺。
何個目か分かんないけど、やっぱそうだよね。けどこんなんさ、地元にさめっちゃ取れるとか言ったら痛風の人めっちゃ多いんじゃない？北海道の人ぽっちゃりしてんのかな。いや、ぽっちゃり、痛風ってぽっちゃりじゃないでしょ。痛風なんて絶対なりたくないね。痛風ってどういう現象なの？風が吹くだけで痛いみたいな。やばっ、超しんどいよ。超やばいよ痛風になったら。治んないしね。そうなの？治んない病気で。あれ、大地に感謝。やばい。うん、うん、ラスト牡蠣。無駄、やめとこ。これで何個も食べた？いや、わかんない、ちょっと数えてみようかな。15ぐらい多分、そんぐらいだと思う。うん、短時間で相当な塩分取ったと思うよ俺。塩分なの？あれ、いや、だって海の生き物だから塩分もあるっしょ。まだあとちょっとあるから、なんか焼き牡蠣とか、なんかもうちょっと他の、うん、他の食べ方ちょっとしてみたいと思います。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあまた動画撮ります。バイバーイ。